はい、どうも中村です。ということでですね、本日11月26日日曜日、時刻が、19時19分となっております。夜の7時19分ですね。で、またいつものようにですね、Uber Eats をやっていくので、はい、オンラインにしたいと思います。で、今場所がですね、大阪府の南部にあります泉大津市に来ております。別に今日は泉大津市の縛りでやるわけじゃなくてですね、何をするかと言いますと、最近ねブーストがなくなったりとか、調整金が、つかなくなったわけじゃないんですけど、ちょっとつきにくくなったりとかしてるということでですね、郊外の、単価とかなりとかどういう風になってるのかっていうのを、見たいなということで来ております。ということでなっております。414円ケンタッキーフライドチキン泉大津店から泉大津、それ 1.8kg 418円ですね。取ります。もうこっから 400m すぐ近くですね、お店はね、向かいたいと思います。そう、それでですね、調整金ですね、別にね僕も調整金目当てでやってるわけじゃないんですけど、やっぱりねこうちょっとやった後にね、最初の値段にも上がってると、嬉しかったりとかすることもあるし、お店で待たされるっていうかね、ちょっと時間かかっちゃう時とかあったりとか、あと最初にこうリクエスト来た時の距離よりもだいぶ実は長かったとかね、いろんなパターンがあるんで、そういう時にこう調整金がね全くなくなるっていうのは辛いかなっていうところはあるんですけど、その辺がね、でもね全くなくなってるわけじゃないんですよね。けどこうやっぱりね、ちょっと仕組みが分かんないですね。あ、これつくんやっていう時と、なんか結構お店で待ったりとかしても、これ1円もつかへんねやっていう時があるんで、今までやったらついてた、今まで結構ねそのダブルとかすぐついたじゃないですか、調整金ね。あれ多分距離の加減がね、増えたりとかするから、実際は距離長かったりするからということで増えると思うんですけど、ダブルとか行ってもね全然増えないんですよね、調整金がね。はい、ケンタッキー到着です。あ、ウバイツです。F6 です。はい、ありがとうございます。はい、今ですね商品受け取りまして、お届けに向かいたいと思います。お届け先まで 600m ということで、すぐ近くです。そうですね、調整金ね、仕組みがだいぶ変わったんで、どんな感じでしょうね。なんかダブルとか取らん方がいいような気もしますよね、調整金とかがなくなるとね。なんかダブル取ったら調整金でぐんと伸びるからと思って取ってたという節があるんで、調整金がつかへんということになると、ダブル自体取らへん方が得なのか、いやでもあれですね、取ってもいいけど、なんかダブルで500円とかあるじゃないですか、あの辺はちょっときつくなってきますよね、やっぱりね。最低そうですね、ダブルで650円、650円から700円ぐらいですよね。距離にもよりますけどね。で、ダブルじゃなくてもね、その距離とか時間とか金額をちゃんと見て取らないと、ね、あんまり安いの言っててもあれかなっていう感じですもんね。あ、すいません、お待たせしました。ありがとうございます。はい、今ですね商品をお渡ししまして、次はなってないですね。で、調整金ですね、つきにくくなるとあれですよね、その自分のエリア内だったらなんかいつも待たされる店とかあるじゃないですか、あの辺はやっぱりちょっと行かへんように、取らへんようになる配達員さんとかいるかもしれないですよね。調整金がつくんやったら行きますけどって感じでね。ブーストはあれなんですよね、あってもなくてもそんなに変わんないかなっていう感じはするんですけど、調整金あれどうなんでしょうね。やっぱウーバーからすると結構負担やったんですかね。なんか実際に会ったことはないですけど、話で聞いた限りでは不正っていうんですかね、一件配達するのにわざと1時間ぐらいかけて配達したりする人とかいるらしいんですよね。で、1時間ぐらいかけてなんかね、1000円なんぼとか2000円近くなるぐらいにしてっていうのをもう毎回やる人とかいてるらしくて、で、あとそのね1時間かけてまではなく
かなかねいないかもしれないですけど、わざとゆっくり配達するっていう人はまあまあいてるらしいんですよね。まあ僕はなんかね、わざとっていうよりかはそもそも普通に配達遅いだけっていう感じではあるんですけど、そう、なんかそれをねわざとやる人もやっぱいてるらしいんですよね、調整金目当てで。まあそういう不正する人が多いとやっぱりねウーバー的にも負担になるんで、どうなんでしょうね、こうシビアに見て調整金つけるとこはつけるみたいな感じでやってるのか、まあせめてねまあちょっと距離が長いくらいやったらまあいいかなと思いますけど、10分20分お店で待たされるときはもうつけてほしいなって感じですよね。あとだからあれですよね、そのロングとかもなんか取っていいんかどうか悩みますよね。なんか今まではそのロングも結構調整金つきやすかったと思うんですけどね、10キロとか10何キロとか、どうやろうな、まあ元々の値段によるかな、元々の値段がねそこそこいい値段やったらそりゃ行ってもいいかなって感じですけど、800円ぐらいの10何キロとかやったらもう取らん方がいいんでしょうね。ちょっとあれですね、調整金がどうとかじゃなくてまずならんっすね、ちょっとなってほしいですね。あとあれですよね、慣れてないモール系とかも結構きついですよね。まあ、今ここね有尾大鳥ありますけど、まあ、ここはね、まあ、そんなに何ていうんですか時間がかかるようなところじゃないんでいいですけど、たまになんか、ね、めっちゃ駐車場からどう頑張っても時間がかかるピック先とかねあったりしますもんね、モールとかやったらね。まあでもそういうのやったらあれかな、もともといい値段で最初から来てくれるのかな。時刻7時54分ですね、もうすぐ8時ですね。はい、なってくれました。ダブルですね、726円4キロ、726円、取りましょうか。ココイチ、PPD ですね、注文の品お届け先一緒ということなんで、そうですね、取りましょうか。600m、ここから、すぐ近くですね、ココハウス行きましょう。1軒目がココハウスで、ローソン、大鳥のローソンとココイチですね。で、お届け先は同じとこということですね。まあ、これでね、多分調整金はつかないと思うんで、まあ、700なんぼで、ほんまやったらね、800円とか、あると嬉しいんですけど、まあでも PTD はまあまだ楽っちゃ楽ですもんね。どっちが楽でしょうね、 PTD か PDD か、はたまた PTDD か。はい、ここ一到着です。だからその辺も考えて取らんとあかんのでしょうね。僕多分ね全然考えずにどんどん取っちゃうんでしょうけど、もうならんかったらやっぱりね取っちゃいますよね。選べたらねいいんですけど、選べるぐらいなってくれないんでね。あ、ウーバーイーツです。QA です。あ、そうです、はい、ありがとうございます。はい、今ですね、商品受け取りまして、次ローソンですね。ローソンが、堺大鳥南町5丁店というところですね、向かいたいと思います。 1.7 キロとなっております。ちなみに今のココイチさんがですね、5分ぐらいかな、ちょっと待ちましたけど、まあ5分とかだったらね、まあ どうせ普段からね調整金多分それぐらいじゃつかないですけど、どうですかね、調整金がまあつかない程で考えたら何分待てますかね。まあ、5分は待てますよね、まあしゃあないなぐらいの感じで。もう10分になったらもうすでにきついですよね、調整金がないとしたらね。なかなかそれ15分とかはもう無理やもんな。でもあれね、もうじゃあやめときますわっていう、キャンセルしますわっていうタイミングも難しいですよね。もう10分待っちゃったらできるまで待たな損かなっていうのもありますし。はい、ローソンに到着いたしました。3.12 です。はい、ありがとうございます。はい、今ですね商品受け取りましてお届けに向かいたいと思います。お届け先は 900m ということで、まあすぐ近くですね。ココイチとローソンなんですけど、あれココイチって置き配できましたっけ、なんか置き配できるようになってるんですかね。なんか写真撮るになってましたね、ちゃんとね。前まで多分置き配ココイチできへんかったような気がするんですけどね。それかローソンと一緒にやから置き配に設定できたのかな。
まあちょっとね、もうドロップ先がすぐ近くなんで、続けてなってほしいですね。譲ってほしいですね。はい、今ですね、商品を渡ししまして、次はなってないですね。だから3軒行って、今時刻8時22分なんで、まあ、だいたい1時間ぐらいですか、やったとこですね。はい、なってくれております。これもダブルですね。ダブルで867円。30分5キロですね。5キロで、そうか、805キロで867円。まあ、取りましょうか。取ります。まあ、867円。そうね。5キロやったら取るか。びっくりドンキーですね。ここにあるんですけど、ちょっと、U ターンはあかんのか。ちょっと回らないといけないですね。はい。もうこう行きたいですね。なんかルートが更新されましたって言われたんですけど、何ですか今の。怖いな。で、1軒目が、びっくりドンキーで、2軒目が、寸胴屋ですね。で、PPDD でお届け先も別々ですね。まあ、800円台やったら、まあ、1軒400円と考えたら、まあ、ギリ行ってもいいかなという感じですよね。どうなんやろうな、これ。一軒ずつ行った方が、だからね、どんどんなってくれてて、選べる状態やったらもう一軒ずつ行った方がいいのかな。でもまあ、どっちやろうな。まあ、クエストとかでね、件数稼ぎたい場合は、どんどんダブルでもトリプルでも行った方がそりゃいいとは思うんですけど、クエストあんまり関係なくってなると、ダブルを取るべきか、取らざるべきか、悩むとこですね。はい、びっくりドンキー到着です。おーおー、バイクとか自転車がすごいですね。混んでるんかな。ウバイツです。 EBD です。はい、ありがとうございます。はい、今ですね、びっくりドンキーの商品受け取りまして、次がですね、寸胴屋さんですね。寸胴屋さんの堺大鳥西店に向かいたいと思います。距離が 1.7 キロとなっております。なんかだいぶ前はびっくりドンキーって結構紙袋がでかくて運びにくかったんですけど、最近あれですよね、こうビニール袋にしてくれてるし、なんか箱がコンパクトになって、ケンタッキーみたいに結構バッグにぴったりサイズになってますね。これめっちゃ運びやすいですね。なんかさっきからちょいちょいこうルートが更新されましたって言われるんですけど、これは何でしょうね。はい、寸胴屋さん到着です。あ、ウーバイツです。BC4 です。はい、はい、ありがとうございます。はい、今ですね、商品を受け取りましてお届けに向かいたいと思います。で、1軒目のお届けが、1軒目のやった、寸胴屋じゃない方です。何取りに行ったっけ、ちょ完全に忘れた。びっくりドンキー、びっくりドンキーの音だけですね、1軒目がね。で、浜寺ということで、まあ浜寺というともそんな遠くない 1.8 キロということです。向かいたいと思います。たまにあれですよね、なんか今何運んでんのか分かれへんようになる時ありますよね。もう何やったらピックに向かってんかドロップに向かってんかすら分かれへんようになる時ありますよね。はい、まずですね、商品をお渡ししまして2軒目のお届け向かいたいと思います。2軒目が石津で 1.3 キロとなっております。ホテルドロップなんですけど、多分ラブホーだと思います。はい、今ですね、ちょっとカメラのバッテリーが切れたんで、バッテリー交換してる時にね、次のやつがなったんですけど、8キロで700円台だったんで、ちょっとそれはね、やめておきました。まあ、できたらね、ちょっとせめて1キロ100円以上は欲しいかなというとこなんでね。はい、続けてなっております。853円9キロだから、あれね、1キロ100円いかないですもんね。これやめときましょう。
まあそれやったらね、短いのでもうちょっと1キロ200円以上のやつあるでしょうね、そっちを行きましょう。だから今のでもね、調整金つくんやったら行くんですよ。つかないですもんね、あれ以上多分上がらないんで。だから今までやったらあれでも、まあちょっと実際行ったら距離どうせ伸びて、まあ、100円200円上がるかなっていうので、じゃあ行こうかってなってたところが、まあ多分そのままの値段になるんで、ちょっとどうかなってなっちゃいますよね、やっぱりね、ロングとかね。はい、まあですね、商品をお渡ししまして、次なってないですね。ラブホでしたね、お届け先は。普通にまあ置き配でしたけど、で場所は今石津のあたりになるんですかね。マクドとかあるんでちょっとなってほしいですね。今時刻が9時3分ですね。はい、なっております。ダブルですね、ダブルで、763円、 5.7 キロ。まあこれはまたびっくりドンチですね。どうしようかな、まあ、取りましょうか、なってないしね。びっくりドンチとケンタッキーのダブルですね。PPDD でドロップ先も別々ですけど、多分これね、あのびっくりドンチとケンタッキーはね、隣同士なんですよね、お店がね。なので全然いいんですが、ちょっとこれやっぱ回んないといけないですね。この地下道って行ってよかったんでしたっけ。自転車単車はゆっくり通行してくださいやから、行っていいんですよね。ここ行きましょう。はい、この道通るの初めてっすね。よし、わあ、これ便利、めちゃめちゃ便利。この地下道がなかったらだいぶ回らなあかんすからね。はい、びっくりドンキー到着です。はい、 F2 です。はい、ありがとうございます。はい、今ですね、びっくりドンキーの商品受け取りまして、ここが、はい、冒険タッチですね、隣なんで。このダブルは楽でいいっすね。ウバイツです。70いいです。はい、ありがとうございます。はい、今ですね、商品受け取りまして、お届け先和泉市で、2.7 キロとなっております。あ、ちなみにあのダブル1件目お届けはケンタッキーの方が先お届けになっております。はい、今ですね、ダブル1件目の商品をお渡ししまして、次2件目がびっくりドンキーの商品が、和泉市鶴山台のお届けで、距離1キロとなっております。向かいたいと思います。はい、今ですね、ダブル2件とも商品をお渡ししまして、時刻9時43分となっております。あとどうでしょうね、もう1件か2件ぐらい行きたいですね。というかダブル多いですね、やっぱりね。だからあのダブルあんまり行かずにしようかなと思ってもダブルしか飛んでこないんでね。でダブルを一回取って買いたいっていうんですかね、あの一旦取って、まあ、あの一個キャンセルするみたいな感じにすると、あのすごい安くなる時あるんですよね。まあ最低が一応300円なんですけど、そのダブル解体した時って300円以下になる、まああれバグかもしれないですけどね、あのそういう時もあるらしいですね。250円とかそれぐらいになっちゃう時もあるらしくて、多分ねもう一件ぐらい行っとかないと、これ今時給1000円切ってきてるんじゃないですかね、もしかしたら。まだでもあれか、2時間半ぐらいか、2時間半ぐらいで今、2770円なんですよね。微妙ですよね。そうですね、今オンライン時間が2時間27分で7乗車の2770円。あともう1件か、もう1ダブルっていうんかな、そうですね、行きたいところですね。まあこれがでもね、今がその閑散期というか配達員さんが多いんで、これがなんていうんですか、単価が安い方やったら別にいいですよね。あの12月とか1月2月のめっちゃ寒くて配達員さんが減った時にもっと単価がぐんとさらに上がってくれるんだったら、別にそれはそれでっていう感じですけど、ずっとこれぐらいの単価やときついですね。はい、今ですね、時刻10時でまだなっておりません。これいよいよやばいですね。
このままちょっと終わってしまうんじゃないんですかっていう流れになってきてますけど、だからあれですね、あの調整金がどうのとかじゃないですよね。もうなりが悪いんで、そもそもね、あんまり検証にはならないっていう、だからあれですよね、どういうのを取ってどういうのをこう拒否したらいいかみたいなのところはね、あると思うんですけど、それいっぱいになってればの話ですよね。チョロみたいな人はなかなかやっぱこう選べないですよね。もう取っとこかってなりますよね。はい、ですね、もう10時15分ですね。終わりましょうか。無理っすね。これは今日は時給1000円割ってしまいましたね。はい、ということでですね、今日オンライン時間が2時間58分7乗車で、2770円ということで、時給1000円を切ってますね。で、今パッと見たところ、調整ついてるのは1件もなかったですね。まあ、今日割とスムーズに行ってたんで、まあ、そもそも調整つかへんシチュエーションやったかもしれないですけど、はい、一件もついてないですね、調整金ね。まあ、そんな感じでですね、またいろんなところに行って、Uber Eatsやったりとか、いろんな検証をやっていこうと思っておりますので、Uber Eatsの配達員にご興味ある方は、Uber Eatsの配達員やってみようかなと思っている方は、ぜひチャンネル登録してご覧ください。それではまた次の動画でお会いしましょう。